太抗山脈太抗山脈は中華人民、共和国北部にある山地、山西省、河南省、河北省の三つの省の境界部分に位置する。太抗山脈は東の河北平野と西の山西高原の間に北東から南西へ4 0 0トルにわたり伸びており、平均標高は1 5 0 0ルから2 0 0 0ルである。最高峰は河北省カルガン口市の小五大山で、 標高2882メートル。山脈の東にある標高1000メートルほどの青岩山は自然の気泡や歴史ある楼郭などの多い風景区となっている。また、山脈の南端に近い河南省の雲台山は景勝地でもあり、世界ジオパークにも指定されている地球科学的に価値の高い地域でもある。山西省、山東省の地名はこの太閤山脈の西。 東にあることに由来する。太閤山脈太閤山脈の北端は、北京へ流れる巨馬川によって、北京市北部を取り囲む、群都山と隔てられ、一方南端は、河南省の水心が平原で終わっている。山脈の東側は、河北平野からそそり立ち落差が激しく、段差1000メートル以上の断崖を形成しているところも、ある。山脈の西側は、 山西省の高原地帯へ緩やかにつながっている。山脈から多くの川が発し、西の郊外や東の海岸に合流する。北部と南部は石灰岩、中部は変魔岩からなり、地形は多数の川により激しく侵食され、険しい渓谷や切り立った峰々を形成している。これらの渓谷が山脈を東西に横断して、河北平野と山西省とをつなぐ。 穴道の通り道となっており、古来より、上紫石や紫、京石などの石書や要塞が設置されてきた。またこれらの川が、平野に出る谷口にあたる部分も、戦略上、輸送上の要所となっている。太閤山脈また山脈は、石灰岩の他にも、石炭手芸や糖土が豊富であり、炭鉱、陶磁器製造、セメント製造などの工業を支えている。夏は、 山脈の東側に水分を多く含んだ海からの風が直接吹きつけて乗り越えようとするため激しい雨に見舞われ下流では洪水が起こる。1963年の河北省の大洪水は典型例である。また山脈が河北平野から流起しているのは断層の働きでもあるため内陸性地震の震源帯にもなっている。山麓の河北省境内では 1966年に20世紀の中国の地震史上でも最大級の地震が起こっている。ありがとうございます。